こんにちは、夫婦問題カウンセラーの岡夏子です。初夏ですね、本当に花が美しい季節です。そんな季節にちょっと花柄満載のお洋服で、今日は皆さんとアプリコンの落とし穴、今流行ってますよアプリコン、便利でいいんですけれども落とし穴があるよっていうところで、今日はアプリコンの落とし穴についてやってみたいと思います。本題に入る前に、このチャンネルでは私自身が受けてきた3万5000件の夫婦相談や有名人の夫婦問題から、修復や離婚を含めあなたが幸せになるヒントを発信しています。見逃さないためにもチャンネル登録と通知のベルマークをチーンとお願いいたします。また右下のボタンから保存していただければ、いつでも動画を見ることができますので、ぜひご活用ください。今やもうね、恋愛は自由、自分で見つけなければみたいなね時代に突入してきて、でもいい時代なんです。 SNS が発達してきてますから、いろんなところで出会いがありまして、マッチングアプリによる婚活っていうのがとっても流行ってます。気軽なんです。結婚相談所っていうのはね、きちっと戸籍謄本を出して独身であるかなしかっていうのを出すんです。そんなことを省いてるのがマッチングアプリによる婚活なんですね。だからね、アピールが上手な人は結構マッチングアプリが大活躍して、いろんな人と出会えて大活用してる人も多いです。まあ本当にいい面ではね、気軽、すぐ会える、便利な面がたくさんある分、やっぱり落とし穴がいっぱいあります。失敗した例なんかで言うと、本当にそれで結婚しちゃって、お金目当ての女性に家に入り込まれて3年ぐらい夫婦生活も拒まれ、ね、実はその奥さんには他にボーイフレンドがいっぱいいたとか、じゃあ何のために結婚したんだって言ったら、持ってる家土地そして預貯金までできちゃう。ある程度もらう生活費の中から預貯金がたまったらもう逃げてってしまう、そういうふうに騙されてる方も多いです。まあ、そしてマッチングアプリと似たようなのが今話題の AI 婚活です。100個以上の質問を投げかけて、その人それぞれのパターンを作っていって、この人とこの人が合うよっていうのを AI が見つけてくっていうところでね、であとはね、実際会ってみて雰囲気がどうだとか、いろんなことで結婚に近づければっていうところなんですけれども、このコロナの時代、家にばっかりいる、出会いがない、こういう人たちはやっぱりこのマッチングアプリや AI 婚活を活用して相手を見つけるっていうのはすごく大事なことだと思います。問題は見つけた後です。見つけた後がすごく大事なんです。 AI が見つけたから間違いない、これが大間違い。しっかりと見つけてもらった中から、本当にこの人と、ね、生活してストレスがないかっていうところをやっぱシミュレーションしていかないといけないんです。やっぱりね、3ヶ月も一緒に暮らせばだいたいねボロが出てきますし、いろんな癖も見えてきます。愛は学ぶこと、フロムっていう人がもうね今から 5,60 年前に語ってますけれども、愛はねやっぱり技術だそうです。そういうことで考えれば、実は AI のおかげで見つけてもらった、ここからなんです。勝負はこれで、もう意気投合じゃなくて、比べて比べて、時間の許す限りどれだけ十分に相手を理解できるか、相手のなんか癖を読み取れるか、相手の考えをしっかりと分かるかどうかっていうのは大事なことで、育った環境とか友達、そんな人たちと合わせてもらうとよく分かります。マッチングアプリの出会いもそうなんですけれども、共通の友人がいないってことがすごく問題になってます。まあ、職場恋愛とかね、同級生恋愛とかだったら小さい頃から知ってて親同士も仲良し、職場だったら上司もね同僚もみんな知ってるっていうところで、何かがあれば相談に乗ってもらえる、ね、気心が知れてるっていうところがありますけれども、 AI とかマッチングアプリでは共通な友人がいないがゆえに、その人と何かあった時に駆け込むところもありません。ですから知り合ったらなるべく友人たちを紹介してもらう、親のところにもなるべく早く行って、その人の生まれ育った環境とか、それから物の考え方、親からの影響、そういったものをしっかりと受け取っておかないと失敗になります。まあ、やっぱりね、一度や二度のね失敗は全然構わないんですよ。だけれども失敗は、まあ、しない方がいいって言えばいいですからね。お金もかかりますし、ストレスもかかります。何よりエネルギーの消耗になりますから、できれば先もっていろいろ予測して、その上で失敗のない結婚、これができるといいですね。マッチングアプリにはいろいろ落とし穴があって、皆さんもちょっと怖いと思ったかもしれないんですけど、出会いのない方には、とってもいい手段だと思います。
さっきも言ったように、ね、問題は出会った後が問題ですから、あまりうまくいかなくてもこんな人が世の中にいるんだっていう体験の一つになりますから、マッチングアプリである程度経験して免疫力をつけていただくと、幸せな結婚、思い通りの結婚ができると思います。マッチングアプリ AI 婚活、今話題ですけれども、しっかりと落とし穴にはまらないように勉強してください。では次の動画でまたお会いしましょう。